おはようございます。ディレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、この前ですね、惣菜を買ってたんですよ。惣菜買ってその日は食べなかったんです。安い惣菜だったんですけど、半額の。その日食べなかったんです。明日食べようと思って、明日その次の日、友人に誘われたんです。僕、友人と誘われるとね、すぐ行っちゃうね、僕、寂しいんでね、友人と誘われたら絶対行くって言っちゃうタイプなんですよ。はい、行ったんです。ね、二日切れてたわ。惣菜の賞金二日切れてたわ。で、食べてね、今のところ何もないんで、まあ大丈夫でしょう。今日はですね、ちょっとね、普通にインターバル挟みたいと思います。行ってみよう。今回はちょっとね、もうおふざけいきます。はい、魔人ノーノ。はい、私、魔人ノーノを装備してます。力222のね、魔人斬り。受けてみよう。そして、音も紹介しましょう。この前 DLC で手に入れました、トロールキングです。そして、大キルチです。これはふざけているので、さあ、というわけで、このね、ふざけているようなもの、もう、わかりますよね。大技術をトロールキングっていうのは、通行の一撃判定の技を持っているんですよ。そして、主人公魔人ノーノで通行の一撃判定を持っているんですよ。つまり、もうね、もう、向こうのスペシャルカードであろうと、どんな攻撃を食らおうと弱点を突かれようと、すべて会心の一撃に粉砕します。ついでにこれね、ついでにテンションアップ。そうですよ。CPU のニック起点を一つ言いましょうか。CPU のニック起点では逆転補正にね、高い回避率。そしてね、痛い痛恨。ね。理不尽な要素が混じってます。それらをすべてね、痛恨の一撃に粉砕します。もうどういうことなの？おお、来いよ。ドラゴンオーブしてたなってか、お前。嫌だな。なんでドラゴンオーブしちゃうの？もうすべて痛恨の一撃に粉砕するというね、恐ろしいこと考えてますね、僕。もうどんな理不尽要素もね、通行の一撃に粉砕しようと思います。うわーって、めっちゃ食らうけど。ドラゴンオーブ貫通するぜ、俺。ドラゴンオーブ知ってますよね、もう。受けるダメージは半分、まあ、60% 軽減だったかな。60、70ぐらい軽減します。はい。それをすべて粉砕します。この魔人斬りで。いくぜー！はい！おい！おい！テンション5が無駄になりました。え、いいんですよ。別にね、こんなの外そうがね、一発外そうが次の一発で当たればいいだけなんですよ。わかりますか？どんな理不尽要素もすべてね、会心の時に粉砕しちゃうんだよ。わかったか？行くぜ。ここでパワースタンプ。行くぜ！はーい！はーい！はーい！うわー、結構出んな。300出た。来たわ。ドラゴンオーブ？知らねえよ。すべて粉砕する。いや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 。あれ？今ドラゴンオーブしてたよね。ドラゴンオーブの上から576。上から576だって。やばいぞこれ。もう当たればいいの、すべて粉砕なんだよ。分かった。ああ。どんなに回避率が高いギズモであろうとゴーストであろうと、ゴースト 8% だと。すべてね、会心の一撃で粉砕するということが可能です。はい。もうニックギプラチナキングであろうと、会心の一撃には勝てないんですよ。わかるかい？わかるかい、匠くん。わかるかい？タクミじゃねえよ、これ翼だわ。さーて、粉砕するぜ。ああ。行くぜ、必殺、超絶、あーよいしょー、すごいね。980出た。ちょっと待って、980とかやばくない？え、980はやばいでしょ。どんなダメージで取んのよ、君。980! やばいやばいやばい、これはすごい。すごい、980とかやばい。え、嘘でしょ、君。980、超絶すぎでしょ、それは。さすが超絶の一撃、980だって。もうここで振り払うで勝ちね。はい、振り払うで勝ちです。はい、行きます。はい、ふーん。わかるかね、翼くん。匠くんって間違っちゃった。匠くんを本当に呼んできました。さっき匠くんって言ってたんで、ただこのパーティー、匠くんっちゅうのはね、もう状態上が多くって、成功するんでしょうかね。パーティーにとって状態上パーティーっちゅうのは天敵なもんですよ、実は。粉砕します。そういう理不尽要素をすべて解決、もう通行の時期すべて解決する。わかるかい？わかるかい？わかるかい、翼くん。翼くんじゃねえ。また間違えた。わかる？どんな理不尽要素もすべて回収的に粉砕する。
仮に幻に包まれようが、包まれようが、怪獣機に粉砕する。わかるかいわかるかい、てか、主人公が魔人ゲーさっき一回も当てなかったんだよ。ちょっと待って、これはね、粉砕できないんだよ、怪獣機に。大丈夫かい、君たち大丈夫か。おー、さすがアルゴリザード。さあ、粉砕するか。そういう理不尽要素すべて回収劇粉砕する。いきます。魔人斬り、滅殺、魔人斬り。はぁ、あんらいいとこねえな。いや、この超絶の劇すべて粉砕する。超絶なんだよ。はい、いきます。超絶の劇に粉砕する。わかるかい、わかるかい、こっからなんよ。わかるかい、はやべ、嫌な予感がします、これ。非常、これ非常に嫌な予感が。いや、それはさすがにまずい。効果抜群だ。足がすくんでしまった。奇跡の逆転を狙う。3ターン目、ね、私たち1ダメージも与えておりません。はい、会心の一撃で粉砕する予定なんですけど、 CPU のそれ以上の補正が、それ以上の補正、それ以上の補正がね、私を襲っております。はい、会心の一撃で粉砕すると言ってたんですけど、それ以上の理不尽要素が私を今襲っております。無理だよあと2人で900はさすがに無理さすがに900は無理ですよ。はふざけてるふざけてるふざけている、それはふざけてるぞ。 CPU の補正そこまでやらんでよくない。もう別にもうお前価値格なんだから、そこまでしなくていいじゃん。お前本当に友達なくすよ、それ、それ本当に友達なくすよ。はいや、まあ、さっきのは夢だ。うん。さっきの夢だ。夢、夢、夢、夢。今のは、あれはさすがに夢だと思うわ。うん。あれだったら、俺だったらさ、ぶっちゃけ言っていい？俺じゃなくてもみんなに。こういうことなんだろうな。きっと俺 Wi-Fi 対戦でも切断しちゃったの、これは。いや、そもそも俺こういうパーティー使わねえからっていう言い訳をし始めます。いや、もう粉砕しますよ。もうね、粉砕しようと思います。いろんな理不尽要素をさっき食らいましたけど、その分ね、運が収束したんで、おーい向こうかーい。そのね、すべてをね、今からなぎ倒そうと思います。あ、振り払う、ここで来る？いいね、ここで来るってことは、貯める、ここで貯める、さらに。待って、貯めるしたぞ、こいつ。あれ、これもしかしてめちゃくちゃダメージ出るんじゃねえか。ワンチャンめちゃくちゃダメージ出る説あるぞ、ここまで来たら。あ、ここでやっちゃうか、でも。いいんだよ、すべてのね、理不尽要素を粉砕する。はーい、タッハータッハー、すっげー出るな。これトロールキングでしょ、どうせ。おめえの手打ち分かったらトロールキングしか狙わねえよ、こいつらは。上、めっちゃ食らうよ。いいよ、でも上がる。5上がったよ。溜める状態からの5上がってるよ。アイスブレス、トロールキングテンション20ですね。これは期待できるかもしんねえ。マジで期待する。おー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 、上がってけ、20になってるよ。大吉5だよ。頼むぜお前ら、すべての理不尽要素をなぎ倒してけ。トロールキング、マジでお前期待してるぞ。今テンション20の溜める状態でしょ。マジで期待できるからね。ここでもう呪われたら優勝しない。ねえ、呪われるんだよお前。そこで呪われたらお前マジで切れるよ。もうマジで怒るよお前。おお、これはもうね、もう今ね、動画見てる人が待ってるよ、今。わかる？あ、ここ通行でしょ？うん。いいよ。何食らってもいい。こんなに不思議なことでも、トロールキングが当てさえすればいい。今、視聴者が見てるから。今、視聴者がめっちゃ期待してるよ。トロールキングどんぐらい出んのかなって。今、いやー、めっちゃ期待してるからね、トロールキング。お前、めっちゃ期待してるからね。お前、絶対勝ちんですよ、お前。大吉、マジでいけ。お前、流れ作れ。お前がなぜ流れ作るんだ。いくぞ。せーの。はい、よいしょ！オッケー！さあ、頼むぞ、トロールキング。トロキング、お前マジで頼むぞ、お前。今ね、めっちゃ、しかも行動最後だよ。しかも行動最後だよ。めっちゃ期待されてるよ、今。お前、今めっちゃ今、カバン上がるよ。ここに決めたらマジでカバン上がるぞ。おい、おい、行くぞ行くぞ、超絶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 1282。もうね、ここで負けてもいいわ。これも負けてもいいわ。来たわ。すべてを倒す。はい。勝負あり。思うんですよ。
のね、どんな理不尽要素とか攻撃もすべてね、返しの一撃で回避する、解決するんで、魔王も解決できるんじゃねえかな。もういっそのことね、もうね、すべてのね、要素をね、もう魔王だろうが何だろうが、もう回心の一撃で解決してしまえばいいんじゃないかと今私は思いました。何を言ってんですか。さあ、すべての不確定要素をすべて回心に解決したいと思います。というわけでね、回心の一撃でね、バルボロスをぶっ倒したいと思います。一体どういうことなんだ一体どういうことなんだこの戦いは。さあ、早いね。わ、まひりそう。なんかまひりそうやな。結構食らうな。まあ、そうだろうね。まあこれはね、やってんな、でも減ったくれもなくて、これは。これやってるも減ったくれもなくて、まあそうだろうなっていう、普通の結果ですね、これ比較的。テンション上がってるけど、トローキングテンション上がってるけど、まひってるで。何の意味も今持ってねえわ。不確定要素が全て潰されてるわ、今俺。大丈夫、ここで、貯めるからの魔人切りいきます。いけー、はい、はい、よいしょ、オッケー、いいよ。ここでさらにこちらでございます。もう一つ忘れておりました。火力を出すんだったらこちらもそこそこ出るんじゃないですか。無心攻撃、はい、物理ダメージ2倍にしていきましょう。さあ、精神統一どころかですよ。こいつらにとっては精神統一どころか、バーサーカーだろこいつら。行くぞー、わかるか、わかるかい、はい、あ、そうか、珍しい、いや珍しい光景だな。あ、ここで超絶の撃、あれ、無心一攻撃からの超絶の一撃、ドーンえげつえげつよ、お前ら、お前らえげつすぎるってちょっと待って、すべての要素を解決、解決、あ、そうすると2体動けるからね、それはね大事だよ。赤いける、あっち、うーん、なるほどね。あ、落ち着いてください。つばぜり合いの負けも回心の一撃で解決します。わかるかい、どんな不確定要素も、会心の一撃で粉砕すればいいんですよ。今日の俺どうした、もう粉砕、わかるわかるわかるどんなね、不確定要素も、不安要素もね、すべて通行の一撃で粉砕します。はい、よいしょよいしょ、OK、よいけるぞ、順調だ順調じゃないよ、どこが順調なんだよ、これ。すべての不確定要素はね、通行の一撃で粉砕してくれるわ。あ、大丈夫これ。勇気溜まる、あ、いや、ここから、ね、ここから全員、会心出せばいいんですよ。わかるかい、バルボス、わかるかいわかるかい、すべての要素は、会心撃で封鎖、あー。ここから2体開けたらいい話だ。行くぜ。任せろ。任せろ。せーの。はい、よいしょ、あ、1155、1100、封鎖します。そんな不安要素を皆さん、会心で封鎖します。いやん、いやん、いやん、いやんじゃねえよ。順調だ順調だ、まあ、なんか奇跡起これ、なんか奇跡起こります。ここからね、俺の陰陽師見せてやっから。考えろよ、てか俺たちのトロールキングの気持ち考えろよ。ああ、ああ、勝負あり、俺には三本みたいなのじゃなかったのかな。